はい、皆さんこんにちは、ラジオマンジャックです。はい、なんとかね、1ヶ月滞在した曽根くんも、帰国しまして、なんか1ヶ月だったね。そう、気が抜けたような感じで曽根くんね、本当はね、ラジオマンジャックなんかに曽根くん ね、出てもらおうとしたんだけど、キャスの事件も起きちゃったんでね、なんかね、なかなか頼みづらくなっちゃって、そのようになりましたね。まあいいでしょう。でもね、曽根くんの話も含めて、今週の、また今月も全部近いかもしれないけど、ラジオマンジャックやってみたいと思います、ね。とにかくオーディションが終わって、それだけじゃなくてスーツを買ったりとか、いろんなことやって、寿司食べて、いろいろやりました。お土産を買うときにスーツ持ってラルクスに行く、そんな曽根くんもいましたけどね、楽しかったので、この話もしていただきます。ベガスも行ったもんね、だからね。はい。そうですよ、だからそうですね、曽根治のラジオマンジャックって感じだったんで、曽根語語りましょう。はい、誰かに似てると思いませんか、曽根君。これ言うとかわいそうなんでね、ちょっとだけにしたいと思います。いっちゃうかな、行きましょう。それではラジオマンジャック。で、誰に似てるって話をした時に俺ね、最初思ったんだけど、政治家に似てるなと思ったの2人。1人はね、俺の好きな政治家で、あと1人は大嫌いな政治家なんだよ。で、その1人は、維新の丸山穂高君。いいじゃん ね、すごく。若者的な要素があっていいじゃない。だからもうちょっと曽根君が、大人になってきて、芯が出てきたら丸山穂高って言ってやろうかなと思ったの。あ、そうか。ところがもう1人はね、だいぶ小西博之。国民民主党のね、もう、なんつったらいいかな、でもね、なんかね、落ちた瞬間の顔とかそっくりだったんで、あらと思っちゃったんだけどね。まあ、そんな曽根君ね、帰りましたよ。ね。で、まあ結局、最後は最後ね、まあ大勢のこと言ってもしょうがないんで、ハリウッドの通りの、スーツ屋でね、衣装買ったんですよ。このね、やっぱりすごいなと思うのね、スーツ屋よく考えたら、あれもアラブ人だよね、結局。あ、イスラエルじゃなくてデドさん、分かんないんだけど、でもアラブ系の人なんで顔がそうじゃん、あっち系だよ、発音がね、英語の発音がなんかちょっとカクカクしてるから、そう、なんか最初スパニッシュ系とかスペイン語の混ざってるのかなと思ったんだけど、イタリアとかね、そう、スーツ姿がかっこいいから、アラブ人でもなんでも、なんか全然変に見えないんだよね、スーツだから、似合ってんのね、着こなしてて。買ったのはね、赤いスーツ。あれよかったね。赤いね、で、いろいろ組み合わせしてくれるんで、赤いスーツ買うときに、下が赤じゃないがいいよね、黒があって、あ、いいよ、変えてあげるよ、細いパンツがいいねって言って、細いのに変えてくれて、それで、あとベストも買って、ワイシャツも買って。ネクタイなんかもいいの、ネクタイ見せてくれてね。それでね、なんと全部で284ドルだって。あれ安いよね。ありえないでしょ。で、それくんがボソってたよね、今日着てるやつ、スーツの、要は青木で買ったんだけど、5万円しましたって。まあね、しょうがないんだよ、その5万円のスーツが、普通のスーツだよね。あれ見た瞬間に、ちょっとまずいんじゃないのと思って、衣装買ったらいいよって言ったら、衣装ね、買ったの。その時の曽根君の似合って顔がね、今でも印象が。でもね、衣装ってね、本当出会いだから、運が悪いと何件回っても見つかる。前かわいそうだったのはさ、アマーさんがこっち来た時にその衣装問題でね、奔走して1000ドル以上使っちゃったじゃん、ね。だけど、やっぱハリウッドの通りにあった、あったんだけど、あったそのスーツ屋がなくなっちゃってたんだよ、改装かなんかで。そっか、もうちょっと行きあったってことなんだけどね、本当はね、この間行ったところですか。そうそうそう、だから、いや、簡単に言えばハリウッドスーツ屋っていっぱいあるんだよ。いっぱいあるよね、とてもなく、衣装屋さんもいっぱいあるし、その衣装屋さんで最近は女性のが多かったんだけど、ちょっと奥の方ってバインのあたり、もっとだっけ、クエンガのとこ、クエンガのとこだっけ、クエンガの手前のとこは、クエンガっていうとハリウッドからずっとね、どうだろう、高速寄りの方にね、ワンワン寄りに行った通りのね、とこなんだけど、昔のね、ハリウッドマジックをずっと越えて行ったとこなんだけど、よかったね。よかったよ、安いだけじゃなくて、本当にいいね、タイミングに出会えて、本当ラッキーだよ、本当。だから結局表通りに飾ってあった一番いい赤を買ったんだよね。そう、あの赤なかったら何もなかったね、あそこには。そうね、あれがすごく特に良くて、本当にあとは上手くなるだけだなっていう。でも2種類あったじゃん、赤の、赤と黒いのがちょっとポイントになって、私あっちのがいいと思って、黒ポイントの方が。どっち買ったわけ？いい方ですか。赤だけの一色もあったんだけど、それはなんかサイズがなくて売り切れてる、でもこれがあるって出たのがよかったね、ポイントに黒があって、そっちの方がかっこいいじゃんって。まあね、それ終わってから我々はね、ベストバイに買い物行って、そしてその後寿司で、ハリウッド寿司でね、打ち上げやったんだけど、ハリウッド寿司のさ、日本酒なんであんなうまいの、あれ何に使ってんだろうね、お酒。やばいよね、本当に。安いんだよ、大どっくりで7ドルちょっとなんだけど、
ハウスであれ出したんだと思って、うん、そうそう、あの何なんで、ね、ハリウッド筋はね、オールユーキャンイートなくなってからね、最近少し値段が上がったような感じなんだけど、ね、それでもあのあれはうまいね、うんうん、でも逆に私食べきれないから、うん、コンボみたいなやつあれでそうで、ペーパルのカードも忘れてきちゃった俺さ、みーちゃん取ってきてくれたけど、いやあれね焦ったよ俺ね、それで、まあ、キャスル行ったんだ、夜最後だからってね。だから、混みすぎてて、居場所がなかったんで、うん、アウルズバーの方、じゃないや、ごめん、は全然ダメで、メインバーの裏にもあったの。イルマの。イルマの部屋。というのはね、仲良しバーテンダーが一人もいないの。いや、辛いね。新人さんとか。うん、でね、辛いでしょ。うわ、これやべえなと思って、曽根君にね、安く飲ませてあげようと思ったんだけど、でもできないじゃない、しょうがないからと思ったら、ね、アレックスが来てどうすんのって言うから、アレックスにうん、いや一応ねコーラか、あレッドブルがいいって言ったら OK とか言って、それで俺ねカードを出したんだよ、ところそれキャスの会員カードだったんだよ、ね、だから、ね、アレックスがごちそうするよって言ってくれたんで、うん、チップも置かないとか言って、あんまりにもねカード忘れてたのショックで、うん、それでね、あ今日ダメだ、俺早く帰るよって、たくさん見て帰んなって言ってね、それくんに言ったらボビーがやってきてくれて、で俺がボビー預かるからって言って、うんうん、てってって一緒に見てくれたね、うん、そんなキャッスルでしたね。キャッスルというか、そんな曽根君のラスト、うんうん、まあ、あの曽根君はその後買ったスーツを持って、うん、あといろんなね持っていかなきゃいけない荷物を持って、うん、ラルスでお土産買って帰った、うん、だから俺なんでラルスで買うんだろうね、お土産買うのあるのって昔あのさ、うん、来た当時しばらく聞いたらさ、うん、あないですって言ったから、いらないのかなと思ったんだけどね、本当はね言ってくれたらもっと安くてね、あとなんだっけ、うん、グリフィス夜景とかもそう、ああそうグリフィス夜景、まあ、リサーチしてないのがね、うんうん、まあ、今回をうまく肥やしにしてね、うん、次回をうまく、うん、やってほしいなと思いましたよ、うん、でもラルフスでお菓子買うのは手だとは思うけど、ね、まあそうだけどさ、もしかしたらそういうことがどんなの買いたいかってことを聞いててくれたら、うん、俺から絶対リトル東京行った時にそれを買っちゃおうとかできたじゃん、ああそっか、だリトル東京、うん、今日もリトル東京だけどな、うん、だってハワイアン放送とかさ、ああいうのあるじゃん、あるけどね、うん、税関より安いっていう、カリフォルニアとか書いてあった、そうそうそう、うん、だからまあ何を買いたいか教えてくれたらもっと早いね、そうだね、うん、だからこっち来た人もさ、早めに私はこういうことしたいです、僕はこういうことしたいって言った時はダメなものはダメ、いけるものはいけるって言ってあげるから、組み込めるからね、あらかじめ分かっといた方が、うん、いつの時点に行こうねっていう予定を、だからグリフィス天文台って夜も入れますよねって、実はさ天文台なのに夜入るの大変なんだよな、そこね、あそうなんだ、そう、あの閉館時間とかいろいろあって、でも、うん、あの星空観測会とかやってんだけど、うん、あの結構行くの大変、うん、で行っちゃうと帰ってくるの大変、そう、ね、で車で送れればいいんだけど、うんうん、だからまあね、前にね中山さん聞いてますでしょこれね、あの中山さんもあの肉が好きだったんで焼肉に行って、計画性なしにたくさん食ってあのその日キャッスル入れなかったっていう有名な話もあるぐらいで、あの時は、うん、あれだよね、みんなでさ、うん、なんだっけ、俺ら長いに行くって言って降りたら、そう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 、焼肉屋さんどこってなってて面白かった、ね、うん、面白かったね、うん、うん、まあ中山さんがまたねよくあのメッセージくれてて、今一つだけ俺がね困ってることは、うん、あの九州から海苔を送ってくれたじゃん、そうなんだよ、ね、あれが届かないんだよ、というのは何を送ったかっていうことを書かないと届かないけど、どうなっちゃってるんだろうな、止まったままなのかな、もう一回ちょっと見てみよう、うん、見てあげて、だってさ結局あれをさあの切っちゃうこともできるじゃない、俺のもんだって取っちゃうこともできるわけじゃない、うん、だからそういうところをちゃんとこっちの方でできるのか向こうでできるのかっていうことをさしなきゃ、でのぼるさんに言ってもまだ届いてないですよねとか郵便局で言われちゃったらしくて、で郵便局もいい加減だから、ね、UPS の次ぐらいになるんだからね、うん、うん、まあそれも考えちゃうとね、とにかくなんとかしなきゃ、送っていただいたのよりも、うん、だいぶ後に送ってくれた、日本から両親、うちのお父さん送ってくれた荷物が早く届いたから、ね、そうそうそう、うん、1週間ぐらいで届くんだね、うん、そうなんですよ、早いんだよ、うん、だからやり方なんだよね、その代わり、うん、なんか解説書っていうか、何がいくらぐらい書いてある、すごいよね、あの書き方ね、すごくいっぱい書いてあって、うん、そうそう、うん、まあでもね、そんなことを考えたときに、でもね、送ってくれた気持ち嬉しいんだよね、ありがとう、うん、もう本当ね、みゆちゃんの歯が痛いプロジェクトもね、のぼるさんいろいろやってくれて本当ありがたい、感謝してますよ、本当ね、日本でまたね会うの楽しみにしてますけどね、うん、あんな楽しい人もいないんで俺にとって、ね、あの石塚明さん以来ツボにハマってんだけどね大人気だったもんね、カテゴリーのぼるさんだった、のぼるさんって思われて大人気だったもん、ね、大人気、大人気、旗持ったからもう大人気 ね、 ね、あのマキマキとのぼるさんの人気すごいね、うん、すごいよ、九州グループすごいですよ、本当に ね、 ね、うん、まあ、みんなねそんな感じでやってるんですよね、うん、はい、我々はねこれからどうするかって言ったら、はい、もう曽根君帰っちゃったけど、今度9月に来る、あとそれ以外にボビーとかいろんな人間たちをやって、うん、今度熊田さんのメンバーやんなきゃいけない、あと今度5月出演になったんだ、ね、あよかったじゃんね、5月いっぱい忙しいんだなって、あそこまでマジックマンデーもある、マジックマンデー、俺はじゃあアシスタントになります、今だから俺だって何にも来ないから
おめえなんかもう引退だよ。まあね、大丈夫ね。はい、時間になっちゃいました。また来週ね。さよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。